マジアイホールストックホルム中央駅は、スウェーデンの首都ストックホルムにある、スウェーデン最大のターミナル駅である。ストックホルム中央駅は、ストックホルムの中心部である、ノルマルマ地区のバーサガータン通りに面している。開業は1871年7月18日で、今日では、毎日25万人以上が訪れスウェーデンのみならず、北欧諸国の交通の拠点ともなっている。 通勤列車の旅客が10万5000人、アーランダ国際空港へのアクセス列車の旅客が2万5000人、その他の旅客が4万人、計17万人の旅客が毎日利用している。駅舎は1867年から1871年にかけて建築家ドルフ・ W ・エイダルスバードの設計により建設された。1925年から1927年にかけて 改良工事が行われ、トレインシェット内の線路とプラットフォームが屋外に移設された。これにより、長さ119メートル、幅28メートル、高さ13メートルの巨大な待合ホールが設置された。改良後は南側にも建物が拡張されている。現在では会議場として使用され、会議場の隣は王族が列車を利用する際の機品室として利用されている。 1951年以降、バーサガータム型の建物面はよりシンプルなものに変わり、1957年には地下鉄駅が開業している。ありがとうございます。